はいはい、今回は名護市のとある場所に来ています。今向かっているのは拡散とかあんまりしてほしくない場所らしいんで、今回ねどういった滝かはちょっとね名前は伏せさせてもらうんですが、綺麗な滝がある場所なんで、今回ねそういったヤンバルの大自然に触れていきたいと思います。ちょっとこの辺ぐっちゃいしてるから滑りそうですね。で今回もねヒロ TV のヒロさんとアイキ君と3人コラボの動画です。よいしょ。ヒロさん、ここどういう滝が待ってるんですか？ここ今日で2回目なんですけども、はい、まあ、結構歩きますよ、はい、で、はい、月当たりが滝になってる感じ。案内っていうか先行ってちょっと行ってもサングラスしてないですよ、大丈夫ですか？大丈夫です、はい、ちょっと行ってましたね。まあね、ヒロさんが何度か訪れたことある場所らしいんで、場所は知ってるはずなんで迷ったりはすることないけれど、やっぱここね滑りそうなんで、それだけは気をつけないとやばいですね。でどうやら以前はYouTube 上にねこの滝拡散とかされてたらしいんですが、入り口にねあんまり広めたくないみたいなね意向があったんで、今回はすいませんが滝の名前とかね場所とかは伏せさせてください。そして正面には大きなね木倒れてますね、倒木やばいな、大きすぎるね。先島セビクかな、なんかめっちゃセミ鳴いてるね。うわすげえ、この木めっちゃ、これ多分今年の梅雨時期のヤンバルとか大雨が降ったらしいんで、多分ねそういった木がもろとも倒れちゃってますね。これねすんごい太い木です、何トンクラスですよね。よいしょ、ちょっとじゃあここ越えて、ヒロさんが突っ込んでますね。すんごい大雨でやったんですね。ヒロさん、それロデオマシンじゃない？どうしたんですか？あ、熱中症気味じゃないですか？塩雨。つけやれ、見てか、釣り寄ったやつ。危ないですよ。これもうちょっと歩く感じですか？もうちょっと先ですか？あ、まだまだ。でも大自然でいいですね。でね。川の中から。ああ、なるほど、はい。下を。はい。そっかそっか。まあね、だいたい10分ぐらい歩く感じですか？10分以上歩く。なるほど。ね、この場所。10分で半分したら20分ってことですか？滝まで20分ぐらい。なるほど。危ないです、危ないです、危ないです。おー、ヒロさん。どう、大丈夫ですか？ヒロさん、今日お疲れでね。これ、取れるのかな？で、ヒロさんが前、何年か前に訪れた時は、そうやって拡散やめてくださいみたいなのあったんですか？なかったんですか？いや、なかったですね。じゃあそのままそのタイトルで YouTube アップ してるってことですけど、ね、そうそうそう。なるほど。でも今回はね、多分最近名護市のとある場所ってやった方がいいかもしれないですね。ヘゴがなんかジュラシックパークみたいでいいな。ヘゴすごいね、なんかね、シダ植物みたいな。ヤンバル来たって感じですよね、この植物見ると。見てください、これ。なんか、恐竜時代みたいな感じじゃないですか。これね、あんまり、中部とかには生えてないんだけど、ヤンバルら辺まで来るとね、こういうシダ植物が急に増えて、へこってるんですよね。この辺もちょっと小川が流れてますね。ハブとかいそうだね。
まあ、今明るい時間で道も開けてるんで、まあ大丈夫そうなんですが、すごいなんかこれ食わずいもの実がなってます。なんか変なコオロギみたいなのたくさんいたね。食わずいもの実がなってて、池になんか場合によっては天然記念物とか見そうだね。すごいね、これ川沿いを歩いたりするパターンとこの歩道から歩くパターンがあるみたいなんですが、今回ね一応ね僕午前中ちょっと撮影頑張りすぎて体がねヒートアップちょっとのぼせてるんで、滝の中でちょっとね水に浸かりたいな思ってるんで、最後川に入る予定なんで今回は上の道から行こうと思っています。もしかしたらヒロさんとかねアイキ君は川の下から歩くかもしれないですね。すごい自然だな本当に。おお川が見えてきたよ、なんかいいですね。何か生き物がいないかが楽しみだこれ。やば、ヤンバル最高。手長エビとかウナギとかいそうですね。なんかねこれね、ただちょっと流れがあるんで、こういう流れがあるところよりも、お、滑るパターンな場所ですね。あー魚がいる、魚がいますよ皆さん。魚冷てね、ほら、あ、なんかこれ、ヨシノボリ、沖縄にヨシノボリいたんだっけ。なんかほら、平べったいのが、なにこれ、面白ね、生き物がたくさんいますよ。なんか生き物がいますね。こういうとこテンション上がっちゃいますね、どうしても。で、ここの川沿いと道があるみたいなんだけど、ちょっと川入ったんですが、道から行きますね、僕は。ヒロさん、この川沿いに行くか、この道に行くかって感じですか？はい、今回どっちから行くんですか？はい、深くなる可能性あるんですよね。はい、こっちで滑ったんだよね。あ、危ないですね。じゃあヒロさん、もし川沿いの映像を撮ってくれるんだったら、ああ川沿いの映像はあのヒロ TV のヒロさんで見てくださいね。僕は安全な場所から今回行って行きたいと思います。アイキもともと川入らないんでしょ？だったら濡れない方がいいのに。行こう、アイキ。じゃあヒロさん、向こうで合流しましょうね。ヒロ TV のヒロさんの、チャンネル URL をこちらの動画の説明部分に、貼っとくので、川からの景色がなんか綺麗みたいな感じなんで、そちらの動画はねヒロさんの動画で確認してください。これは右に行く感じかな、ね、遊歩道があって、おお、これってなんだっけ、扇場所だっけ、それともこれも場所綺麗かな、オーガスタみたいでしたね。なるほど、川から行っても自然凍りする恐れがあるから実は危なかったりしますよね。あ、でも川の生き物とかがいっぱい取れてなんか楽しそうではあるな。なるほど、こういう森林浴はやっぱりね気持ちいいですね。さっきまで夏場で気味になってた僕が生き物とか見てね、テンション上がってすっかり元気やってますよ。で、ちょっとね、生い茂り方が
道幅が狭くなってきてるんで、ハブとか怖かったりしますね。まあでもおそらく明るいから大丈夫かなと。おお、こういう休憩場もあるんですね。東屋、ここで一回休んだり昼食取ったりできるようになってますね。いいね、こういうね、東屋があったりして、作りは木造で。なるほどね。で、こっちじゃなくてあっちか。セミ鳴いてるね。で、さっきね、沖縄木登りとかでいたんで、どっかのタイミングで挟み込もう。ここで挟む。さっきね、一回大きいのを捕まえたんですが、もう一匹捕まえようかなと思ったけど、これ下結構危ないの、落ちないから。これ、わかります？木登りトカゲいるの。また噛まれそうなんですが。ほら、噛まれた、痛いです。木登りトカゲ。木登りトカゲちゃん。あらら、逃げてった。木登りトカゲ、かわいいですね。ほらほら、木登りトカゲ。あー、遠くに行っちゃう。木登りトカゲでした。はいはい、見れましたか。今ね、木登りトカゲを素手で捕まえてね、噛まれてましたね。確かに川の底からの景色は良さそうですが、だいぶ広さが来るの遅くなるな、これね。滑ったりする可能性があるんで、ツルツルで。セミ鳴いてるね。セミが鳴く。すごいね。本当に。川ですよ。一回川見てみようか。どうぞ、ね、浜に入ったり出たりができるらしいんで、ここもちっちゃな滝になってますね。あそこもね。あ、気持ちいいな。冷たくていいな。アメンボスイスイ、甘い。アメンボ甘いな。アイウェオだけスイスイしてますね。滝が冷たくて気持ちいいです。早く疲れたいですね。よいしょ、アイキ、進もうぜ。え？川入らないでしょ、進もう。行こう。今、アイキ来るまでちょっとここで川で遊んでこうと思って。よいしょ。アイキもこの場所初めて？初めて。楽しみじゃん。めっちゃ楽しい。なんか大きな滝があるらしいよ。この滝行ってみたいって気持ちあったけど。こんな暑い日は泳ぎたいよね。こっからちょっと登る感じだね。登るってことは、登った後は下るってことだもんね。よいしょ。滝があるようなので、滝を目指して今進んでるんですが、さっきね、実はね、外国人の方も僕なんかより先にね、その滝とやらに向かったと思うんですが、もうね、車が3台4台ぐらい止まってたんで、もしかしたらね、ああもう滝見えるわ。滝見えてる、見えてる。なんかヒロさんが言う20分っていうのは意外とあっちゅう間でしたね。もうこれが滝でしょ。なんか10分以上かかるって言ったけど、まだ10分で思ったよりも近かったね。ああ、滝だ、滝なんですが、ただね、人がいるんで、あんまりこれ以上映すと、ね、迷惑になるかもしれないので、一旦、滝の近くまで行ったら、人が映らないようにね、撮影していきます。はい、これが、ね、名護市のパール滝です。ちょっとまだ撮影撮ります。今、大臣さんがランプをつけますね。撮って大丈夫って話なんで、今撮影してます。アイキも
中に入ってる。あの滝壺、多分ね、2、3メーターぐらい深さありますね。で、ダンプしようとしてる、あそこは 1.5 ぐらいの。気持ちいいです。ヒロさん、ジャンプしてきたらどうですか？はい、あれからね15分くらいかな遊んでたら、みんながねいなくなったんで、もうね余裕ぶっこいて落ちてるんで、アイキは入ってるけれど、アイキ飛んだら飛べ飛べ落ちそう、アイキがね飛ぶみたいですね。僕さっき3回くらい飛んだんですよね、あの木の上から。川すごいね、いいですよ、本当に自然豊かで、アイキが飛ぶっていうんで、無理、いやあっちだね、なんで向こうだぜ、こっちから行ってみ、こっちから手前から角から、この岩の横から行ってみ、岩沿いから溺れた、溺れてないだろ今の、いや今のは溺れてないだろ、絶対鼻に入った、いや鼻に入ったぐらいで溺れてはない、飛ばないのか、考えよう、はい、マイナス4が半端なくね気持ちいいです。こんな感じで、まあね場所さえちょっと言えないんですが、名護にはねこういった大自然が広がるね滝とかもあるんで、まあ今回ねこの動画撮る前にツルル釜を3時間くらい撮影してきてね、汗でびっしょりだったのが、ね、汗が流せてねだいぶ気持ちいいです。というわけで今回、まあはい、やんばるのとある川とある滝から、沖縄の魅力をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまったにー、バイバーイ。